なんじゃこりゃ。一回でも足元映んないからさ、ちょっとごまかしてみない。おぉ、おぉ、小顔のおじさんが呼ばれた。矢野の高野虫眼鏡と、はいはい、俺が出たぜ。せいえーい。もう今回僕らはよく言えば喧嘩、うん、悪く言ってしまえばもうね殺し合いの段階です。そんな物騒なことある？そんな動画の生活に。この撮影日なんと2月3日節分でございます。ほう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 、はい、皆さん子供の時からね馴染んでると思いますけど、鬼が来るわけですよ。確かにそういうことか。僕鬼ぶっ殺すの大好きなの。鬼は多分僕らをぶっ殺してしまいたいと思ってるかもしんないって金棒持ってますからね。怖いわけですよ。で、子供の時は教えられて豆ぶつけてね、親が鬼になってシミュレーションしてたわけですけど、疑問に思いませんか？何？なこれ。確かに弱いわ。雑魚なのよ。弱いわ。石でいいやん。あっち金棒なのにね。意味がわかんないんですよ。これもう一個疑問に思ったことあります。なんすか？なんでこの動画を節分に撮ったんですか？節分にあげろよ。東海オンエアあるわけだよ。そんなこと言い始めたらいろいろダメですよ。で、気づいたのよ。豆おかしくねって思うのは、人間同士のシミュレーションすると確かにおかしいんだけど、鬼には豆が効くんじゃねえかということですよ。あー。鬼は何かしら豆に対する…アレルギー？アレルギー的な。ただにしても豆は弱いので、うん、もっと大豆を生かしてさらに強い節分ダメージを与えるもの作れるんじゃないかということで、皆さんにね豆武器を作ってきてくれとお願いしたわけですよ、うん、ただ豆ダメージって俺ら分かんないじゃん。さっき言ったみたいに、なんで豆ってなっちゃうから。確かに、あの鬼は外のプーあちゃーって、ボキ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 ボトンクソーンムキ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 みたいなやつがやっぱ必要なので、豆のダメージをよく知る方にね来ていただきました。早速お越しいただきましょう。どうぞ。あーあーやばい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 、悪魔。違う、それすげえ前の動画だから全然知ってる人いないから。豆のダメージを一番よく知る方、鬼です。昔からね、その童話とかで鬼の存在っていうのは、まあ、桃太郎とかいろいろ聞きますけど、2019年に生きる鬼はやっぱりただの豆じゃね、もうそんな食らわねえわけですよ。そうだね、交代できている。こっちの豆も強化していかなきゃいけないということでね、今回は我々の作った豆の武器をこちらの鬼の方にね食らっていただいて、どれが一番節分ダメージがでかかったかっていうのを競います。はい、はい、例えばね、豆を虫さんがペンって投げたやつと大谷翔平が豆をバンって投げたら、同じ豆なので弾力分勝つんですけど、うん、虫さんが投げた豆と大谷翔平が投げた小石だと虫さん勝つわけですよ。なぜなら鬼は豆に弱いのだから。なるほどね。小石は全然効かないんですか？全然効かない。豆しか効かない。大丈夫ですか？今からダメージ食らいますけど。なんで俺出てんのこれ。なんで協力してる。いや、節分だから切っちゃったから。うっかりした。この家に来てる以上は素直に豆の攻撃食らっていただきます。まあ情報としてね、仲間に持って帰るのはありかな。あ、まあ確かにね。そうそうそう、スパイだ、スパイ。めさん一回肩パンしよ。いや、もう効かないんだもんね。そう、もう聞かない。あ、全然痛くない。痛くない。豆ないから痛くない。おー、てつさん、ちょっと全然痛くない。じゃあ俺も待機とかしてみていい？え？どうして？もう分かった。豆ついてない。豆ついてない。何も食らわない。いくよ。いくよ。いくよ。食らわないよ。豆武器がないと俺らなんてもうイチコロですよ。このままのさばらせると危ない。確かにやばい。さっそうと豆武器を出していきましょう。はい、誰からいきますかね。まあ、今回は私からいきますよ。まず今回武器のコンセプトなんですけど、はい、従来の豆まき、これは遠距離攻撃ではないじゃないですか。だからといってこう鬼に距離詰められたらちょっとこれで攻撃されちゃうんですよ。結局鬼っていうのはインファイターが多いので殴り合いで勝つしかないんですよ、うん、というわけで僕はもうマジ近距離用の武器を作ってきました。おちょっとあのギガンテスのね持ってるコンボをちょっとイメージ。おお、じゃあもうこれよりも全然でかいじゃん。そうですよ。じゃあちょっとお待ちください。先輩だからな、ギガンテス。そうなの。ちなみにどこ出身なんですか？桃ヶ島。あ、桃ヶ島。桃ヶ島。鬼ヶ島と桃太郎の家の間くらいにあるんだ。無職なんだ。働いてる。裁縫とか工場のラインとかサイリウム作ったりとか。じゃあ僕が作ってきた武器こちらです。ババーン。おお、なんだ。え、何これ何これ何これ。豆ってのは、まあ、こういう丸いねちっこいものかと思ってるかもしれませんが、これをすりつぶすと豆乳ってのが出てくるわけですよ。あ、豆乳も豆成分入ってますね。これは豆乳を凍らせて形作ったものです。おお、まあ、ちょっとねこの氷が割れにくいように綿とか入れてるんですけど、あ、ほぼ100ってことでね。すごい。じゃあいきますよ、うん、3、2、1。おお、あ、
あれ友達？豆の成分染み込んできた。豆乳は効かない、あんまり。まろやかな気分。まろやかにすごく痛いけど、あれは、ね、100% は本当にダメ。 100% はすごい痛いな。お兄さんがお兄さんじゃない。じゃあ尻を殴り合うっていう勝負にしましょう。あー、オッケーオッケー。まずは先行いいぞ。あー、じゃあその中のもんは怖いです。いや、痛い。痛くないくせに痛いって言うし。なんで特定ダメージがあるんだ。いくよ。ちょっと面白くない。なんか、貫通の面白くないやつ、これ。じゃあ、いきますね。入れない。ちょっと、りょうくん好きで、いきます。じゃあ、いきます。取ってきた属性ダメージ一回豆乳にしてるってことでまろやかにはなってる。痛みがもう、ね、ちなみに普通、うん、大豆をぶつけた時の節分ダメージは今どれぐらいなんですか。一粒がじゃあ10。あ、俺のさっきのサイキックはゼロ。節分ダメージ0。え、こちらです。45。まあまあ、どれくらいか分かんないけど結構いいんじゃないですか、これは。豆1粒で10だとしたら豆4粒分。じゃあ豆4粒だけだ。豆意外と強いんだ。ということで、なかなか強そうな虫さんの武器も鬼にとっては45っていう、うん、意外な結果になりましたが、意外でしたね。どうしますか、先に行きたい。じゃあ、りょうから行きましょう。じゃあ、行ってきます。少々お待ちください、うん、今から棒を持ちするんで、うん、すっごい複雑な顔してる。はい、持ってきました。僕が用意した豆武器、こちらです。うわ、出たぞ。今の音ない。すごい音したけど今。世界最大の豆、モダマ、これを取り寄せて武器にしようと思ったら、すでに武器であった。それモダマそのままの。ってことはだってこれね、さっき鬼が言ってたけどさ、100じゃん。これ100だ。豆100だ。何も加工してない。俺一個一個に豆が入ってる。これ一個一個だから、これをパキッて割って豆取り出して、それを投げてお前の目を潰すってこともできる。まずこのままの攻撃力をちょっと。怖い怖い。いきます。俺怖い。うん、スイッ。おお、めっちゃ効いてるぞ。振りは優しかった。うん、相当重傷よ。つんざくんじゃねえ。もう一つの攻撃方法も試していいですか。うわ、すごい王族のカプセルよ、僕にとったらこれ。それる。おお、割れた。まげえ、いけえ、ゴリゴリに勝て。おお、あ、すごいよ、これ。はい、うい、うい、むちさんの投球で背中にちょっと当ててみていいですか。もうちょっと軽くキャッチボールだね、今日。はいはい、いきますよ。あーかー、すごい。すぎてー、待って。もう一回、もう一回、今痛さが先行しちゃったわ。もう一回いきますよ、じゃあ計測お願いします。はい。あー、ちょっと待って、腰もねじゃ。あ、1個押されたよ、ボケ。ブレード状態だと30。弱っ。あれ、意外と殻がある、さやがあるから。殻があるし、やっぱり大豆のが強い。あ、そうなんだ。そうなんだね。そっか、だって今までもさ、別に取り寄せるわけだもんね。そうだよね。なのに大豆を使ったってことは、わざわざ大豆使ってるのは一番強いのは大豆。あ、なるほど。そうなんだ。でも豆の部分もあったから。聞いたね、生だから。72。おお、強い。お、豆7個ペーってやったら同じくらいなの。そう、めっちゃ効くやん、大豆。大豆強いな。哲也さん大豆で使いました、ちゃんと。なんとですね、僕ね、大豆信じてたんですよ。おお、今までの話を聞いて、うん、俺が一番強いんじゃないかなと思って。おお、おお、それでは目を開けてください、どうぞ。おお、なんと僕は一つの武器じゃなく豆装備を作ってきました。なるほど、変態かと思った。変態じゃないよ、見てください、このでっけえこの爪、これで豆スパイラルを行いまして、相手がそれをかいくぐったとしても、こちらの豆防具この紋章、鬼が見ただけで逃げるわけですよ。これも防具ですね。ふざけてない、ふざけてない、ふざけてないんだ。あの、これは鬼に豆と書いて人を取ります。え、このだめやめない。ブラブラしてるの、どういうギミック。あ、これに鬼が釣られて、豆が一つもあるってことは人間がこの辺いたな、食ってやるぜってやってるのをこうやって豆でおびき出して、おらーってやった。あ、ちょうちんあんこと一緒だ。そう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 。なんかこういうお菓子あったよね、なんかポン菓子。人間に
にはマジで効かないと。でも今の感じだとこいつには効くと。そうなんですよ。早速節分ダメージ測ります。はい、いっちゃっていいですか。3年したお兄、命がやばい。え、マジで言ったるで。貴様の頭をつんざいてくれるわ。面が島へ帰れ。防御力も当たってくる。やけど、おう、うわあ普通の物理ダメージが。どうですか、トータルで僕のこの豆装備は。言うまでもない121点。おお、121点。相当やばいね、それは。でもちょっと待って、うん、ちょっと待ってよ。これが120でしょ。これ120でしょ。ってことはさ、うん、もしかしたらさ、やばいやばいやばい、150。やばい。うわー、福は、うちー。